ピルシーナの勝負服がゲーム内に登場。おせいそすぎると話題に。に対するみんなの反応。ここは負けられない一番人気。13番、ビルシーナ。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。相性抜群のマイルで、素晴らしい走りを期待したいですね。H。これはおせいそ。はよこい。これビルシーナもアニバまでに実装する気前。でも3冠馬来ないと。アニバで発表。実装って流れじゃろな。アニバまでに石全部吐き出させる強い意志を感じる。なんだよいつもの再現じゃないか。さすがにビルシーナはジェンティルドンナの発表後なんじゃないかな。アニバで発表なら割とすぐなのかもしれないが。俺の娘たちです。大魔人。このビクトリアマイルがいつかわからんが、クラシックだったら強くない？ローレルシナリオの再来か？クラシックはビクトリアマイルに出られないので。ああ、そうだったか。ちょっとおせいそ力でエリザベス女王と見誤ってたぜ。ビクトリアマイルは4歳以上だからシニア級だよ。シニアで出てくるけど URA でも普通に勝てるレベルだったぞ。もしかしてクソ強お姉ちゃん出てくる隠しイベある？それか単に別シナリオかな？なんとけしからん姉妹だ。天女様みたい。ビルシーナお姉ちゃん。俺のラクダさん、イミシンをビルシーナに。かわいいミニチュアダックスフンドですね。ドイツ語で犬はフントだからフンドじゃない定期。英語読みだからどっちでもいい定期。パドックでじっくり脇を観察できるの H すぎるだろ。横浜を優勝に導くことができたら、別世でブブブ姉妹を娘に持つことができるのか。3周年の目玉はブラメンテで、ビルシーナはビクトリアマイルに合わせて実装されるから、ここでビブロスにビルシーナ貯金を使っても大丈夫だよな。アニメ組の一人ってことで、熱が冷めないうちに投入してくるかもしれんぞ。そうなると俺も絶望するしかないわけだが、ビブロス天井。新しいお姉ちゃんに目移りしちゃう。中東部が出していい魅力じゃない。シュバルもビブロスも我慢してビルシーナ貯金してるけど、執念が怖いわ。実装されるならジェンティルドンナの発表された後だよね。どんなキャラ付けされるかわからんが、牝馬三冠同士のラモーヌとの絡みみたいよ。ビルシーナのシナリオ内で、ジェンティルドンナお披露目の可能性もあるからな。もうすでに 3D モデルも声の準備もできていて、サプライズでドーンと出すということもあるんか？ビブロスのシナリオでも触れてたし、ビルシーナのシナリオに出さない手はないわな。はっや、トプロとか長いこと衣装もなく名前も呼ばれずだったのに、次はビルシーナが来るってことかなこれは。ブクリクチーモート、バレンタイン、ブアネ、ブラブラの実装順か？これサポカ引く意思がなくなるよね。ステータスがど根性育成で笑ってしまう。並ばれても抜かせないど根性が売りだったからね。そしてタイゴリラの最後の切り札も根性だったからな。陰を捨てて馬体を合わせに行く集荷賞すごい。心が強いお姉ちゃんなのか？起動画面にデアダクいるけど、アニバ前に来れそうか？起動画面イコール実装というわけじゃないからな。馬娘かやメディアカノが先頭に来るってだけ。そうなるとアニバの新起動画面だとポッケくんが最前線近くになるのかな？ A があるし、前の成田トップロードと同じ枠。3周年を前にまた新キャラ発表があると思うよ。ワンチャン周年で実装という大穴にかけるぜ。3周年アニバでオルフェ、ジェンティル、デアタクの3冠馬3連実装の3尽くしよ。デアリングタクトは引退を待ってシナリオ作り始めたか、早めに作り始めてたかで変わりそう。ラモーヌのシニアローテがまんまデアリングタクトだったあたり、後者の気もするが。この流れ、ネオユニ直後にミラコが来たことを思い出す。それはそれとして、娘3人がトレーナー連れてきたら気が気ではないと思う。ビブロスのトレーナーに関しては、だいぶウェルカムな感じっぽかったぞ。
妹は我慢するつもりだったが、姉がやはり出るなら天井も辞さない。辞さなかった。負け。肩とパイを半分だけ出す勝負服が、H 等清掃擁立してる。アニバでジェンティルドンナ発表。直後に実装の可能性出てきたな。天井してでもお迎えしなきゃと思ってると、天井するから嫌だわ。走ったらコートが吹き飛んでパイも溢れそうな素晴らしい衣装。ビブロスとビルシーナって、やっぱ美が感銘なのか？感銘が存在しねえやつなのか？あえて言うと V が感銘。大魔神の奥様、榎本かな子が馬に部をつけろって指示なんですって。三姉妹コンプに向けてただただ石を貯めるだけよ。一点貯まるまではアニバも見ないことにするわ。パドックのモーションが、投げキス。ちょっとやりすぎかしらと考える。脇見せくらいにしておこう。という感じ。仮に3周年でジェンティルドンナが発表されて、即ビルシーナ様が来たとしても、バレンタインとアニバの配布石で余裕。勝ったな。ビルシーナのためにアースムトツも、プラメンテ1トツも1点で我慢したんだ。さあ、いつでも来い。そうか。いつも一緒にお風呂入ってるのか。シュバチは？ビルシーナと一緒に入るということは、当然シュバッチを挟んで入るという意味。お風呂の密度大丈夫？シュバチはビブロス相手に逃げまくってるのが、もうインモラル味を感じる。最終的に長女に捕まるのはわかる。トレッチトレッチ。トレッチだったのか。かわいいなビブロスは。トレーナーがトレッチなら、シュバルグランはシュバッチじゃないのか。ヘリオスもトレキとパマチンだし、まあ相手によって変わるでしょう。なぜシュバルはシュバッチじゃないんだ。すごく可愛がりたくなるね。大人を舐めやがって。ワイもピクルス苦手。ピクルス苦手とか可愛いかよ。そのうち大きくなってくると、ピクルス抜きじゃ満足できなくなるとも知らずに可愛いねー。ビブロスを義妹にするために、シュバルと結婚するまであるなこれ。なんだろう。マヤノもウララもオデジもフラワーもスイープも可愛いと思うけど、ビブロスはなんか別格に思える。お姉ちゃんたちにそっくりよね。武姉妹がいける人なら大満足じゃない？ G1 制覇は姉より早いしね。クリスマスイベントでイルミネーション見に行きそう。本当そっくり。やめなさい。サイゲのお家芸、あざとかわいいスーパー系妹来たな。父親が大魔神にそっくりよね。娘と付き合う条件はフォークボールが打てることかな？没個性にならないためのゴビと同類になり始めとらんか。そろそろ正統派ヒロインタイプ、レイ。裏表のない素敵なあやつじさん、を出してもいいよな。グラスワンダーがおるやん。グラスはキャラも中の人も面白い女カテゴリーに属してない？馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。